こんばんは、AKB48 の峯岸みなみです。木崎りおです。須田あかりです。今夜はこの3人でお送りしまーす。イエーイ、よろしくお願いします。わー、すごい元気、深夜なのに。はい、これからです。これからだよね。はい、私は AKB1 期で、ダースーとユリアが、SKE で3期。3期生です。同期。仲良しだもんね。そう、仲良し。今日も朝、ユリアの家から私、須田あかり、来ました。昨日な。あ、もう日付変わってるもんね。あ、そうかそうかそうか。はい、お泊りして。お泊りして、鍋作って。そうなんです。ユリア意外とできる子で。料理できるの？できるんですよ。今日の朝も私が寝癖直してる間に、朝食作っといてくれて。うん、見たよ、なんかググタス。そうなんです。フルーツ乗せてただけじゃん。え？あと、フルーツ散らばってただけじゃん。パンの上にチーズ乗せて焼いてくれたんです。あ、フルーツ洗ったよ。それでできるわ。うん、そうなんです。まあ、ここ二人は仲良くて、はい、私とユリは今同じチームで活動してるんで、ね、いい具合に架け橋になって。いただけたらいいなと、はい、ユリアに期待してます。私架け橋というのは、そういうことダースがまだね、そんなにすごいがっつり喋るそうです、ね、たこともないので、はい、あ、なるほど、間に入って、そう、こうなんかいい感じに取りまとめてほしいなと。オッケー、任せてください。よろしくお願いします。します。今夜はですね、なんか今言ったのかの声聞こえた？え、いいか、気のせいかな。はい、まあ、今夜は私、峯岸みなみと木崎ゆりあと須田あかりがテレビの生放送日テレ系音楽の祭典ベストアーティスト2014だね。2014に出演していました。見てくださった方も多いんではないかなと思いますが。ですかね。ありがたいことに AKB 姉妹グループメドレーをね、今年もやらせていただきました。ありがたいです。SK48 も一曲。一曲目だったしね。歌わせていただきましたよ。すっごいね、あの曲。カンガルー。すごいジャンプしますよ。すごい元気に踊ってたね。いい足音がすごい。あ、そう。ドタバタバタバタっていう。すごい息のあった。はい。なんか笑い声多く聞こえる気がします。ちょっと3人で。あれこれ3人かな。3人まあ、まあ、まあ、いいか、まあ、いいか、まあ、夜ですから、いろいろ。豪華だったね、なんか。豪華でしたね。そうです。あ、私、あれ気になりました。何？あの、AKB さんといえば、毎年ヘビーローテーションで仮装パーティーみたいになってましたね。あ、これだよね。そうだ、猫から始まり。そう。動物、職業。今年は何したんですか？モンスター。お、峯岸さんは何来たの？私は、ね、メガネモンスターで。メガネモンスター？目のね。あ、頭の上に頭上大きいメガネつけたり、ところどころメガネが、メガネのイメージがあるのかなというか、それぞれのあったモンスターで。ユリアは何だっけ？ユリアは文房具モンスター？え、なんで笑うの？お勉強頑張ろうか、みたいな。うん、なんか、そう言われたのは、りっちゃんが教科書とか本とかテストとかで、ユリアが文房具ねって言われた。おバカコンビで。セッターで。何ですかね。言ってるのあれ？私はね、なんか、え？なんで、理由はわかんないんだけど、黒電話。その前にわかんないことが、たくさん。どうした？電話か黒電話か。違います、そこじゃないです。なんで、いらっしゃるんですか、今日。あ、小島春菜です、こんばんは。なんか、歓迎してるよ。あ、邪魔だったんですか？邪魔だったらどうしようと思ったの。今日はね、名前が書いてなかったから、そう、告知もしてないし。今日実は、あの、はい、私事なんですけど、そうですね。11月26日は、ノースリーブスの6周年、結成から6周年。6歳だったんですよ。だから、みーちゃんとさっき2人でご飯食べてて。へぇ、素敵。で、なんかそのまま。そのまま、私今日オールナイトニッポンなんだ、なんだって言ったら、あ、じゃあちょっと行くよ、みたいな。え、頼んでないよ、別に。頼んでもないし、ノースリーブスの企画やりますっていうわけでも、本当になんでもないんだけど。3人だしね。なんだけど、なんか入れるかなと思って、普通に来たら入れたんだよね。多分ね、ここで一瞬ちょっと稼いで、もうしばらく来ないつもりなんだけど。これね、結構最近出てるんだよね。そう、でも、あんまり出ることないから、ほんと。そう。あ、そうだ、じゃんけん大会の後に勝って出たんだ。そのまま沖縄からの流れで。そうだ、そうだ。今年は結構出てる。そうそう。なかなかレアですよね。レアですよ。通常会には出ないですよ、小島さん。そう、なんか、呼ばれないで来るのすごい楽しいね。自由すぎる。許されるのが羨ましい。なんか、ちょっとせっかくなんでね。ごめんね、二人には。全然楽しいです。東京都のケイタンさんから。はい。ノースリーブスデビュー6周年おめでとう。私は AKB より先にノースリーブスを好きになって、3人の歌声、パフォーマンス、MC の楽しさ、何より3人の仲の良さ、本当に大好きです。たとえ干され続けても、ずっとノースリーブスを好きです。どういうことですか？干されてんのこれ。
レコード会社からっていうことなのかなんとなく。うん。CD 出してないからね。押されてるつもりはないけどね。うん、ないんだけどね。でもそうやって送ってくださってたもんね。そう。いろんな人が送ってくださってます。高見菜も喜んでると思います。え、ちょっと待って。え？なくなってないですよ。そこにいそうだね。高見菜なんか今日すごい疲れてたからさ。そうね。疲れてますね。ちょっとね、大きな。大きな。大きなお仕事があってね。AKB の。楽しみにしてほしいですね。楽しみにしてほしいね。12月頭の方ですかね。うん、そうですね。はい、ということで、すごく長くなってしまいましたが、早速、まあ、3人と1人でお送りしていきましょう。せーの。AKB48 のオールナイトニッポン。改めまして、こんばんは。AKB48 の峯岸みなみと、AKB48 の木崎ゆりあと、SK48 チーム E の須田あかりと、AKB48 の小島春菜です。はい、この進行は私、峯岸みなみ、そして今夜も AKB48 のオールナイトニッポンは、ノッティービーと同時生放送でお送りしていまーす。イェーイ。イェーイ、見てますかノッティービー。さあ、毎回ですね、何か共通点を持ったという前提でお送りしているオールナイトニッポン。なくない？無理やりではありますが、今夜の共通点は何でしょう？え？何ですか？年は？年は私、ね、18。結構、あ、でも、こじはるさんが一番上だけど、うん、この3人だったら。一番上だけど。一番上だけど。3人だったら私年上ですよ。23だね。あ、意外と言ってんのね。そうなんです。この前23だったばっかりで。あ、そうね。おめでとう。ありがとうございます。でも10月31日です。あ、本当に最近。ハロウィンだ。そうなんですよ。おめでとう。ありがとうございます。なかなかこじはるさんになってもらえることないからね。喋ったことある ?2 人。なんか結構しゃべる。あるんですけど、こじはるさんは私と隣の席とかになった。うん、あ、外れなぁ。私よくなんかペア、ペアとかさ、メンバー同士でペアとかさ、組んだりする、ダンスとか、あと位置とか。うん、そう、であちょいちょいでも須田ちゃんと2人で、はい、その時は絶対、あ、外れ。無理じゃないですか。なんで外れるんだろう。本当になんか無理っつうか、本当になんだろう、はい。ツッコミがいらないなと思ったら言わないから、まあ、愛があると思うんだよね。はい、私もそう思ってます。そう、ポジティブ。本当は好きなんだなと思ってます。好きではないけど。なんでですか。明るいね。明るいこと。他に探していけますか。なんだろう共通点。なんなの。ユリア。喋って。何。私とダースはお兄ちゃんいるよね。あ、いる。あ、お姉ちゃん。兄上。お姉ちゃん。あ、お姉ちゃん。まあ、なんかごめん。弟いないの。いない。欲しいでも。ペット。あ、ペット。何飼ってる。犬です。わ。昔猫飼ってた。もうダメだわ。春菜も犬飼ってて、私も犬飼ってたんだけど。あ、じゃあ3人で。え、帰る？帰りたくなっちゃった？まあね、ちょっと追いつかないので、正解を言いますと、今夜は新曲の発売日ということで、普通に考えれば、まあ選抜メンバーくくりっていうね、しっくり。来るんですけれども、ね、オールナイトニッポンのスタッフさんがちょっとひねって考えた今夜の3人のくくりはこちら。キャプテン、副キャプテン、管理職 AKB だけど若いメンバーから慕われているかは甚だ質問、あ、甚だ疑問選抜。ひどいねこれ。え、私そうだ、みんな噛んじゃった。慕われてないか。失礼だな、これは。慕われてはない。こんな2行目いらないだろうな。本当はね、1行目だけでいいですよね。管理職っていうところでいいじゃんね。え？え？話が進まないんだよな、ユリアいると。ひどい。説明が必要なんで。キャプテンとキャプテン分かりますよ。管理職は誰なの？あ、3種類じゃないよ。違う、キャプテン、キャプテン、管理職じゃないよ。キャプテン、キャプテンを踏ま、全部合わせて管理職。管理職って名前なの？なんか総監督とか、その、いや、管理する人ってこと？まあまあまあね、大丈夫。理解、了解です。びっくりしたわ。大丈夫です。どうですか小島さん。でも絶対ダースのキャプテンぶりとか知らないでしょ。キャプテンなの？そうなんですよ。いつのリーダーやってるんですよ。昔から？いや、大卒学後です。あ、じゃあ大抜擢されたんだ。そうなんです。私意外とちゃんとやってますよ。そうなん、全然見たことなかった。はい。私もキャプテンのイメージそんなに。え、まとめられるの？そんな感じで。はい、私も前に出たいタイプなんで。そうだよ、そういうの無理じゃん、キャプテン。だけど、みんなにも前に出てもらえば中和されるじゃないですか。じゃあみんなすごいんだ。はい、みんな押し出してます。押し出して私も出てます。
誰が今のそのいいでは結構来てるなみたいな、グイグイっぷりだとドラフト生が今来てるなっていう感じがします。3人いるんですけど、一、ねね、人はめちゃくちゃ濃いのは小石久美子ちゃんっていう子で、もうなんか谷まりかに負けじと出てこようと頑張ってるすごいね、そこであります。結構ガチャガチャしてそうだね、ガチャガチャしてます。本当に楽屋とか鳴りやまないです。鳴りやまない、何が鳴りやまないんだろう、鳴りやまないですね。そんな感じはありますけど、でも私結構やれてると思います。なんだね、なんとかやってますよ。え、その話したりするの、ユリアと。するね。ね。するし、意外と、気にしいだし、悩みやすい、ね、ネガティブだし。めっちゃさ、毎日泣くし、はい。端っこで泣いてるイメージがすごいある。めっちゃ泣いてるよ、ね。毎回仕事の終わりでさ、はい、涙を流すよね。でもいいことは、悔しがるっていう気持ちを、偉いね。5年間忘れない、諦めてないからね。そういうのを、こう、涙も出ないよ、私。そんな違うんですよ、そんな。ユリアはさ、SK から、うん、でさ、はい、キャプテンみたいなのって今までやったことあったんだっけ？やったことなかったです、ね。どっちかっていうとなんかみんなに可愛がられて愛されてみたいなイメージだったよね。うん、どうですか、フォーは？いやー、大変だよね。緊張多いですよね。子供が多いね。子供が多いね。でもなんか可愛いなって思う、やっぱ、うんうんうん、みんな。そういう年になってきたんだよね。なってきた。だって 2番目ですかね。みーちゃんの次に先輩なんだもん。そうだね、綺麗言うとね。そうユリアさん、ユリアさんですね。木崎さんですか。うん、あ、宮崎そう、はあ、よく2人で、はい、打ち合わせをめっちゃ家でするよね、うんうん、私のセットリストとかもそうだし、すごい今日家行っていいって言って、はい、家行って、はい、なんか一応お水出しますかとか言ってくれるんだけど、はい、なんか女なんか結構もう3回ぐらいはやってるよね。もっとしてるでしょ、深夜の打ち合わせ。すごい、結構長時間しますよね。そう、ずっとリクアワの DVD をかけながら、はい、この曲こうだね、はい、この曲フォーがやったら可愛いねとか。熱いですね、めっちゃ結構愛してるよね、私たちフォーのこと考えてんだけどね、伝わってるかな。偉いね、みんな。でも春菜もさ、うん、なんかラストさ、なんつうの、一花でさ、うん、最後キャプテンとかどっかのチームをやりってほしいよね。やだ。やってほしい。あ、やだ。やだ。なんで？絶対やだ。できないもん。できるよ。なんとかなりますって。うるさい。うるさいな。なんそんな？そんな？やっぱできないよ、みんなすごいもん。いやでもなんか、なんつうの、なんか指導するというよりはなんかこう背中で語るじゃないけどさ、うん、キャプテンさんみたいになりたいって人はさ、そう、うん、そうそうたくさんいるわけですから、うん、背中なら見せてあげてもいい、仕上げてるんで見せてあげてもいい、かっこいい、世界的な仕上げてるんです見せなかとかそういう話じゃないの、あ、違うの、違う、なんか雑誌とかでたまに言われるからさそういうことじゃないんですよ、あ、違う期待はできない、はい、そうですね、はい、ということで、まあキャプテン、キャプテンですからね、はい、トークの方も頑張っていきたいと思います。はい、お手本になれるように。ということで、今夜も最後まで聞いてください。AKB48 のオールナイトニッポン。この番組は、AKB48、ついに公式音ゲー出ました。映画、ミラクルデビクロくんの恋と魔法。以上、各社の協賛で、東京、千代田区有楽町、日本放送をキーステーションに、全国36局ネットでお送りします。では今夜の1曲目です。あ、じゃあ、はい、私はそろそろ帰りますわ。えっ、ちょっとお邪魔しても何しに来たの。いや、ほんとちょっと来たかっただけなんだって。あ、そうなの。じゃあ記念の日だし、じゃあもう、あ、送ってったよ、送ってしたまで。それは怖いよ、みーちゃん。いいのかな、仕切り仕切り仕切りだもんね。大事、みーちゃん。みーちゃん大事で降りれる。うん、降りる、降り方は分かる、降り方分かる、うん、あの、じゃあ最後に一声ということで、はい、AKB48 38枚目のニューシングルの曲振りをね、そうですね、そのお願いしたいと思います、はい、させていただきたいと思います。はい、それではですね、私たち AKB48 の38枚目のシングルが本日リリースとなりました、うん、なんと皆さんのおかげで初日ミリオン達成です。本当にありがとうございます。私たちみんな選抜メンバーですからね。はい、はい、じゃあそれでは聴いていただきたいと思います。 AKB48 で希望的リフレインのカップリングで、え、あれ私も参加してます、小地坂46の、うちら歌ってないよ、風の羅生を聴いていただきたい。それじゃない、それじゃない、おやすみなさーい。
ていただきました。乃木坂乃木、小地坂46で、風の螺旋はい。風の螺旋。お聞きしていただく予定はなかったんですけど、急に振って帰ったんで。結構長めに。なんか本当に、はい、なんだろう、演出とかじゃなくて、マジで本当にただ来たくて来ただけだから。ノリでしょ、はい、すごいよね。そうですね。だって私が、オールナイトニッポン出たいんで来ましたって言っても出してもらえないですから、ね。出してもらえないですから。間違いなくそうですから。でもなんか、なんかいいね。それ来てさ、喜ばれてさ。そうですね。二人もなんかツーショット撮ってたしさ。はい。撮ってもらっちゃった。撮ってもらいました。なんか私、ツーショットとか頼まれたいし、私だって。撮りましょう、ミネギさん。大事に撮りましょう。撮りましょう。まあね、いろんな、この、希望的リフレのカップリングも充実していますので、はい、ぜひ皆さんチェックしてください。はい、よろしくお願いします。